はよう。ぬぬぬぬぬぬ。カーテン開けようかな。ちょっとカーテンを開けますね。すりガラスなので全然問題ないので。向こうも開けます。いや、こっちはいいや。ちょっとね、私の部屋ね、あんま日が当たんないで日が当たらないんで、ちょっと風水的に、あのスピリチュアル的になんかちょっとドンヨリーヌみたいな、なんか妖怪がいそうな部屋なので、ちょっと暗さが異常で、だからなるべくカーテンを開けるようにしてるんですよ。眠いねー、わかる、その気持ち。マジ日当たんないの、北にあるから。朝ごはんは、レストラン様が運んでくださいます。くまっちさん、ありがとうございます。二度目のおはようございます。眠いよね。え、くまっちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私、マジで日当たり、いいとこに、今、マジ日当たりしたい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に日当たりたい。絶対さ、ね、日当たりあった方がいいと思うんだ、私的にはね。これ10分までですよね。7時11 10分までだよね。ん？ 7時10 10分だよね。せっかくにしたのは、どう忘れしちゃった。ジジュさん、ありがとうございます。ちょっと教えていただけませんか。信号待ち直しで、今6時34分の初恋やらせてもらってて、7時11分、か7時11分で次の句が7時32分か。7時12まで。グッドモーニング。起きなきゃ、起きて。ハニー、おはよう。おはよう。グッドモーニング。まさか、かわいす。ありがとうございます。おはよう。おやちゃん、ありがとう。おはよう。シンさんもありがとう。ありがとうな。ありがとうな、シンさん。おはよう、おはよう、おはよう。さっきよりシュッとしてる？そうかい？やば、温泉行きたいな。来週行こう。来週でも行けるかな？割と忙しいかも。
近所に温泉ありますよ。近所ではないな、全然近所ではないけど、まあ学校帰りがねベストなんですよ。おはよう、出遅れちゃった。おはよう、おはよう、おはよう。はい、ありがとう。チュラタビさん、ありがとうございます。おはよう。そう、温泉はね、チャリで行くかな。モーリーさん、見とるばい。おはよう。自転車で、自転車で行けるとこは全部近所ではありませんよ。私は10キロかけて学校に自転車で行ってるんですけれども、10キロも離れたとこは近所ではございませんですよ。あ、次の枠毛利さんじゃないです。毛利さんは日曜日にやります。はい、郵便昨日出せました。速達で今日届く予定です。チーターはまだ寝て、起きてる、あ、まだ寝てるね。7時に起きるから、妹ドゥルは7時に起きるので。そう、まあでもうちチャリいっぱいあるので、なんならママのチャリ使いますわ。だってママのチャリ電動だもん。指よかったね。よかったよ。ほっとしたよ。やることがまた一つ終わって、ま、自由の身にどんどん解放されてる。お餅はまた寝てしまいました。10キロ通学はね、ママチャリです。面白い。私高校あと卒業、そうですね、卒業式の予行と卒業式だけ。お餅ブランケットかぶせて暗くしたんですけど起きないんですよ。お餅チャリで10分、すごいでしょ。ここまで8キロチャリでが同じようなもんか。卒業式の日には松葉ほぼ落ちてると思って大丈夫だと思いますが、オンラインお話し会してみたいけど、そうですね、明日がリアルお話し会です。その次の日の日曜日のオンラインお話し会でコーンシングル最後に確かなんですけど、そちら確か完売してるような気がするので、次のシングルのお話し会が出るまではないですね。お待ちしております。次のシングルで50巻でありがとうございます。その可愛い顔見えたか、二度ね。いいね、よかったよかったよかった。めっちゃ今日むくんでなくて。また来てくれないの？待って、いつも待ってるのに。日曜で最後です。初めて、お、待ってます。楽しみだな。絶対名古屋の郵便屋さんっていうニックネームで来てくださいね。分かんなくなっちゃうから。次のシングル申し込むね。また話しね、また話したいね。待ってるね。おはよう。そう、女の子と話すのも楽しい。確かに。おはよう。いや、次こそ来てよね、本当に。次の話から絶対。ありがとうございます。ね、日曜日さ、久しぶりじゃない？だって、この前来てなかったもんね。そう。そう。出席簿つけてる。彼女できてなかったら買えます。買います。作らないください、じゃあ。
出席確認してますよ。ヨピさんありがとうございます。天候はい元気ですってやるんですね、埼玉県民は。何々さんはい元気です、5点セットありますって、帽子と名札とホイッスルとコップ袋となんだハンカチティッシュ、はいハンカチティッシュありますとか、待ってますよ。リオルくん連れてきてね、またメモ作ってよ。卒業式で泣かないと冷たい人と言われ、なんだっけそれ、マサ警察全員出席するまで終わりません、お話し会。採点もされそう、そこまでしてないよ。採点するとしてもそれは自分に対しての採点だって、あれですからね。私もう そうだ斉藤由紀さんだ、解禁賞を目指してます。結構ねりこちゃん来てくれても、青井さんありがとうございます。まあ青井さんは安定でしょ。自己採点なんてまあ人によりますかね、やっぱりさあ相性もあるじゃんか、なんだろう。土曜日行けない、おはよう土曜日行けないけど日曜日はお話しできるのか、はあすいません嬉しい。それなおはようさ、タイミングとかなんかさ人によってテンションとかも変えてるかも。そうそうなの、劇場と話し会用の T シャツ微妙に違うの、なんだって。岡田之助さんありがとうございます。なんだと、なーにー、としゆきさんありがとうございます。明日のお話し会は、いや私何も聞いてないんですよね、明日のお話し会について。何も知らないんです、だから私から言えることは何もない、だから私も知らないから不安なんですよ。おっとまた270万5626だって。なーに、あのさ上位4人がさ4人強すぎるのよ正直に言わせていただくと。おはようございます。そう、多分明日の話から動体視力が、そうだよね。もう任せて、みんなお強いですね。おはよう。眉も符号を身につけないと。ノーノーノー、符号は私だからね。藤木さんありがとうございます。熊10でタワーバンバンすごいね。目覚めはどう？最高。おはよう。さっちゃんありがとう。サリアちゃんのこと勝手にさ、さっちゃんって呼んでる。富豪ですよ。資産家です、うち。東京ドーム23個分の家に住んでる。っていうと、初見の人は騙されちゃうから、みんなそういうことしないで。そう。昨夜のものまで切り抜かれて早いな仕事が。最後自分でタワー投げまくるんですね、わかります。そうですよ、
初見さんありがとうございます。騙されないでください。早きは3本解く幸せな嘘。そうだよ、勝手に呼んじゃってる。今日の窓拭きも配信。あ、おはようございます。おはよう。皆さん朝早くからありがとうございます。かみさみんな、はい、今日も笑顔と感謝を持って頑張りましょう。ではお餅を連れてきます。寝てるよ。起こすよ。黄色もと共に。ママたちはめっちゃ日当たりいい部屋なの。でも私の部屋は日が当たんない、日が当たんないけどめっちゃ広いから、そこはいいとこなんだけど。うん、あっこ、おはよう。止まりますね。食べてると喋らないんで、ちょっと待っててください、食べ終わるまで。ほら、私のママさ、W 使うんだよね、わらじゃなくて。郵便局めっちゃスムーズだった、260円払って終わり。おじさん世代はダブルダブル感覚、スペース開けるってことちょっと。まさくん料理できないよ。朝シャンしてきました。いいね、柔軟器のエースじゃないよ。多分だけど学校行ってたらみんなにあれだけ郵便局の相談し、それな。こちらフォカッチャです。メロンパンは昨日食べました。多分私学校行ってたらこのイベント参加してないです。多分
5時に起きてショールームして学校行って仕事行くのはさすがに無理だ。学校なかったら全然、学校ないからできたこと。しかもさ、お仕事が9時とかに終わったところで帰ってくるのめっちゃ遅いから夜もできないしね。学校やめてないですね。あ、シンプルに全ての単位が取り終えて、あの一応ね授業とかの方は終了させていただいて、まあ、高校3年生なのであまりないので学校が退学してません。しっかり卒業できる状態で過ごしさせてもらってます。はい、やめてませんから学校。大学への準備でも私の学校は割とみんなのさ、私の友達のそのみんなの課題と比べてめっちゃ軽かったし、だって昨日の朝の30分とかで終わったんで、だから準備はそんなに。でもほら入学式とかスーツとかだし、パソコンとかも準備しなきゃいけないし、まあいろいろ準備することがあるので、まだ2月なんでとか言ってるとすぐ来ちゃうので、まあ少しずつ準備をしていけたらいいと思ってます。つくありがとう。免許取りに行きたかったんだけどなかなかね予定が合わなくて、ちょっと今は一旦諦めて1年ぐらい経ったらにしたいしようかなとか思いつつ、マジで免許取りたくて、今友達も仮免とか取ってたから、今日は誕生日なの？中島茂さんおめでとう。そうねえ、ずっと思ってたんだけどさ、ワンフィーさん北海道にいるのにさ、いつもお話し会でミキャンがいるっていう超矛盾なことになってるよね。ずっと思ってたの、ずっと思ってたこと。次の配信で紹介のタイミング間に合うように早めの式に、ね、いってらっしゃい。本年度最後の授業を楽しんでくださいね。ゆうちさんありがとうございます。お前珍しいから大学ですぐ影響バレない、バレないバレない、大丈夫大丈夫。なんせめっちゃ仲いい子が同じにいるので専攻が違うんだけど、学科にいるので、まあその子と仲良くするので、そう私あと学生4年あるんで、ちなみに言うとまだ若いですよ。
春雨スープなんです。マジで割とお友達5人ぐらいしかできないと思う、普通に。普通にお友達5人。学内にガストいいな。おはよう。ATM？今日は家出るとき換気していこうかなと思います。今は寒いからしないけど、でもあったかい飲んだ、めちゃめちゃ体が温まった。はあ、これ何分までだ。7時11か。もう さすがアイドルですか。分かんないけど、ほっとしたね。ほっとだけに、あははは。は皆さん7時です。もうあと20分で7時ですよ。7時からですよね、起きる人多いのは。なんか悲しくなったんですよ。冬が、何も冬っぽいことせずに冬が終わるなって思って、ああ何も冬っぽいことしなかったなと思ってすごい悲しくなりました。何も冬っぽいことしてない、勝手に終わったわ冬が。いや冬のチャリ、冬イベントじゃないよ。冬っぽいことってどんなこと？雪とかね。家の中にいたし、バリバリ雪降った日。スキーとかはね、割と4月まで行けるじゃないですか。なんかそうじゃなくて、なんかめっちゃ冬っぽいこと。あ、まあ下か、したわ。クリスマスマーケット行ったわ。もうね、決めた。来年は旅行行くっていう。来年の冬は、あ、そう、日比谷公園の今かオホーツク海に行って流氷を見るのありかもよ。
でも温泉、銀座温泉行きたいの。マジで。でもいろんなとこ行きたいの。私は人生の中の目標がいくつかあって、その中で47都道府県全制覇するっていう、旅行でっていう目標があるんで、まあそれを達成するためにたくさん旅をしつつ、海外も行きたいので、海外に一回住んでみたいんですよ。今どのぐらい行けてる？全然行けてないですね。関東、中部地方若干と、九州ちょっとぐらいですかね。関西は修学旅行で京都奈良に行ったので、京都奈良以外は行ったことないです。大阪とかも行ったことないし、でも今一番行きたいのは本当に銀座温泉、山形かな。ご飯美味しいとこがいいんだよね。だから沖縄と北海道どっち行きたいって言われたら北海道かな。北の方がありかも。西とか南より全然。22都道府県マジで紅葉を見に行こうよ。いや、アイドルじゃないんですよ。違う、そうじゃない。じゃあお仕事で行きたくない。観光したいから、シンプルに。そう、観光したいから。てか、レッドベルベットのスルギちゃんがこの前北海道に妹と旅行に、観光に来てて、もうめっちゃエモくって、もう絶対北海道は行こうって決めました。小樽行こうって決めました。しかもちょっと今ね、結構北海道行きたくて、そう、ファーストラブが結構北海道を舞台にされしてるお話だから、北海道すごい行ってみたくて。いや、仕事で行けばお得じゃないよ。だってあれだよ、めっちゃ最初の方のさ、 TGC もあれ日帰りだからね。日帰り福岡だから、行ってステージして帰ってきただけだもん。沖縄の最高気温22度。冬の山奥の温泉で雪が降る音聞きたい。北の大地やん。しかも次の日学校行ったからね。普通に朝から学校行くっていう、やばくない？超人でしょ普通に。泣くよね日帰りは。さすがに泣いたよ私だって。北海道も福岡もご飯めちゃめちゃ美味しいよ。台湾日帰りはいる。私さ、途中で終電なくなったの。そっからタクシーで帰ったね、普通に家まで。羽田空港着いて、そう、普通に終電なくなって、途中の駅からタクシーで帰った。おはよう。お、支度頑張れ。そう、
他のリムジンなかったよ。リッターさんは週末地方日帰り翌日会社の繰り返しやばいよね普通に。さすがに経費で落ちます。はい、呼んでくれればお迎え。え、マジ？マジで？マジで？お、7時8分の初恋だ。じゃないのよ。ランキングを読まなきゃいけないっていうアナウンスですよね、それ。中3位ミューズさん、中2位ライスさん、中1位ミミミさん、10位つくん、9位りゅうちぇるさん、8位ぜんじろうさん、7位さーちゃん、6位あおいさん、5位まことのすけさん、4位しんさん、3位おやちゃんさん、おやちゃん、2位としゆきさん、1位くまちさん、ありがとうございます。はい、はいはいはい、あと一枠だね。よし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 、あと一枠で次未定の枠やったら終わっちゃいますよこのイベントね。12分まで1分初恋を間に合いませんでした。これは初恋じゃないですね、全く。もうこれは片思い、いや違うな、わかんないわ。初恋じゃないです、これは。初恋まで行けませんでしたよ皆さん。7時12分じゃないから、実んないよこれ。持ち越しですね本当に。7時12分の初恋は普段学校ではどんなキャラなんだろう。マジ仲いい人としか喋んないからな、自分がどんなキャラかわかんない。ハートまで近づけない満員電車、7時12分の2両目であなたしか見えなくなる、遅刻はできないわ、朝の駅で斜め前。誰見たらいいかわかんない。え、それ私しかいなくない？だから何回も言うけど、何回も言ってるけどさ、何回も言うけど私しかいないよねっていう。緑が好き？え、私じゃんそれ。じゃあね、バイバイ。